元航空幕僚長の玉上俊夫氏は他の都知事候補者とともに合同演説会を開催。小池さん8年間やって、まあ、実績とかいろいろ言ってますけど、今のままの政治を、まあ、続けちゃいけないんじゃないか。えいえいおー。日曜日に迫る他の方々も立候補しています。台場区民センターに参りました。今河合さんが、ね、会場設置中です。ボランティアの方々が、ね、会場今並べてくださってます。あ、わかりました。ああありがとうございます。白川議員こと河合雄介です。わりかし皆様に本当に距離が近い、あの本当に候補者、河合さんがやってることっていうのは全然あの肯定してないんですけど、むしろあの非難してるんですけども、もうみんな国でやってるでしょ。ニュース税金ばっかり上げてるから、税金を取る。私はなんか統一教会となんか関係あるのかって全く全くないけれども、あの自衛隊を撤廃して軍隊を再編、その東北と能登の復興に当てようみたいな話が出てると思うんですけど、なんかそれをしちゃうとのその、まあ、今 JR 九州とか昔の西武とかマスメディアでもっともっとこう本当の歴史っていうのを、ね、広げていくべきだと思うんですけれど、それこそ自分たちだけが得するために、じゃあ次、そのあたりで、はい、こっちです、こっちね、はい、じゃあ最後、どうぞ、はい、ありがとうございます。